まず本編に入る前に皆様に謝罪しなければならないことが2点あります。まず1点目は、先日ライブ配信を行いました。12時間耐久、自宅待機はチャンス、高卒ニートと一緒に勉強という動画におきまして、実際は19時間20分ライブ配信を行っていたことをお詫び申し上げます。どうもすいませんでした。次に2点目について、同動画におきまして、自宅待機、外出禁止などと歌っておきながら、当の配信者である私飯田がジムに行き筋トレをしていたことを深くお詫び申し上げます。以上2点におきまして、緊急の再発防止のための会議を行いました結果、以降はタイトルとサムネイルは後に制作し、筋トレは外出に含まないと明記をすることを決定いたしました。今後ともどうぞこのチャンネル、高卒ニートのダメ日記、ご贔屓のほどをよろしくお願いいたします。それでは本編にレッツゴー。どうも皆さんこんにちは、社会の底辺 YouTuber 飯田です。第4回高卒東大受験、初めての模試を受けてみた。夜中2時に一人で拍手をしております。というわけで、4月26日東進さんの共通テスト本番レベル模試、これを受けていこうと思います。この模試ですね、2ヶ月ごとに同じ本番レベルの模試があります。よって自分の実力がどれぐらい上がっているか、これを把握するのにちょうどいい模試です。そして何点上がったから合格点まであと何点必要か、これも計算できる優れものになっております。受験料は5500円、ちょっと高いですね。もうこんなことなら今流行ってるあつ森、あれを買いたいぐらいですけど、あれいくらなんでしょうね。私は金欠でそんなものを買えないんですけれども。あ、でもあれなんですよ、うちの母親優しいんでね、私が受験勉強をしなければならないはずの時に任天堂スイッチを持って帰ってきたんですね。いや優しいな。うちの父親もね、優しいんですよ、ね、同じぐらいの時期にプレイステーション4の VR を買ってくるっていうね。いやー、うちの家族恵まれてるな。ダイエット中にケーキ買ってきてくれるぐらいですもんね。いやー、恵まれてる。まあその話はさて置いといて、東進さんのこの模試、先ほど言った通り本番レベルなんですね。なので本番の形式に合っていて、かつ本番と同じ難易度なので、共通テストを全く知らない私にとってはとても練習になってちょうどいい模試ですね。その上東進さんの模試全てそうなんですけど、返却までがめちゃくちゃ早い。この模試に関しては中5日で返してくれます。なので結果もすぐにご報告できるかなと思います。乞うご期待。高卒東大受験企画第1弾でお話ししました通り、ただ模試を受けても面白くないので、目標を決めてそれに達しなかったら、この真面目なフォルムから真面目を抜き取っていこうかなと考えております。目標を決めるのって結構大変なんですけど、私どれぐらいなんでしょうね。若手 TV ってとこでは高卒を偏差値30、あ20だっけかなって出るらしいんですけれども、偏差値20多分出ないと思うんですよね。あるかどうか分かんないんですけど、多分ないと思うんですよ。どうしようかなー迷ったんですけど、まあその模試、高3生と高卒どもが受ける模試らしいんですよ。さすがに高卒どもとしては高3のやつらよりもっともっと長い時間経って生きているわけですから、生きている時間が長いってことは彼らより脳みそを動かしている時間が長いわけですよ。ならやつらよりはいい点数取らないといけないかな。まあ半々で受けると考えて、偏差値50を目標にしようかなと思います。ちょっと厳しいのかな、ちょっと勉強してない時間が長い私にとって50厳しいかもしれないですけど、まあやっていこうかなと。初めてなんで、これでいいか悪いか見て、それ次第で今後目標を決めていけたらなと思います。でこの真面目さを抜き取るんですけれども、どうしようかなと思って、このメガネ
このメガネをなくそう、コンタクトレンズにしようか考えたんですよ。でもよくよく考えてみたら、私このメガネにする前、裸眼からメガネになった時ですね、この時にコンタクトレンズにしようと思ってたんですよ。というのも私筋トレが好きでやってましたんで、その時にちょっとメガネってなると邪魔かなと思いまして、コンタクトレンズにしようとしたんですが、コンタクトレンズが入らないんですね、この目。不思議なことに、まあ初めての人は入りにくいと、こういう風な話をよくされるのですが、さすがに眼科閉店の時間まで粘って入らなかった、そんな人は少ないと思うんですよね。それで看護師さんの方に、あ、目が小さいのかもね、衝撃を受けましたよ。眼球の大きさってあれ全員同じじゃないんですか、大体。いや、同じだと思ってたんですけどね、私の目特殊みたいで、あとあれなんですよ、私の目涙袋ないんですよ、涙袋。その二重じゃない、一重、目頭もない、で目尻もねないんですよ。いや、すごいんですよこの目。美術の授業を取ってたことがありまして、その時に顔の描き方、目の描き方ってあったんですけど、この目その技術一切活かせません。先ほど言った通り、涙袋の描き方、目頭の描き方、二重の描き方、目尻の描き方、全部無駄、全部無駄。本当に教えてもらったその1時間全部無駄ね、この目才能ですね、ある意味。というわけでコンタクトレンズは入らないと。なら、まあこの私のめちゃくちゃ真面目な眼鏡をチャラい眼鏡に変えるしかないかなと、そういうふうに思うんですけど、どうでしょう、チャラい眼鏡って言っても私分かんないんですよ、どういうのがチャラい眼鏡なんですかね。まあちょっと調べようと思います。今回からオープニングを入れてみたんですけど、ちょっとこの動画と合ってるのか合ってないのかわからないんで、こういうオープニングがいいみたいなやつを送っていただければ、そして私気に入ればちょっと採用しますので、ぜひ皆さんオープニング作ってくださいって言ってもオープニング作るのめんどくさいんですよね。私もこれ夜やってますけど、こんな時間になっちゃったのオープニング作ってるせいでね、まあお前勉強しろよって話なんですけど、ちょっとねというわけで皆さん、もしこの動画面白いと思ったら高評価ボタン、つまんないと思っても高評価ボタン、このくだりが死ぬほどつまんないと思ったやつはチャンネル登録、これをよろしくお願いします。この模試を受験するにあたって東進さんの内部も見てくるので、東進さん知りたい人、模試の結果知りたい人、チャラいメガネになるのを見たい人、待っててください。じゃあね。